マッチョとは何かってところですかね。ああ、マッチョイズムみたいな。マッチョ。アメリカの中にいるマッチョとは何なのかと。うん。いうような話なんですね。そしてまあ、御年ね。まあ、91歳ですよ。91歳か。まあ、制作、監督。うん。それ主演までやってるんです。全部俺だって。グライマッチョには、それがないんですね。うん。なんかちょっと思い出したんですけど、ストーンズが、なんか、ほんと近いなって感じがしてて、なんかね。まあ、それに近いかもしれないね。どうも、コンテンツ解説のルザンマクルトキアパートの2号室いたですけども。やほ今回ですね、クリント・イーストウッド最新作の、クライマッチョっていうのを、やっていこうと思います。クライマッチョってタイトルがいいですよね。悲しみを背負った、マッチョですね。マッチョです。なるほどね。そしてこの中の映画でもテーマになるのが、マッチョとは何かってところですかね。ああ、マッチョイズムみたいな。マッチョ。アメリカの中にいるマッチョとは何なのかと、いうような話なんですね。そしてまあ、御年ね、まあ91歳ですよ。91歳か。で、撮影時でも、まあ89とか90ぐらいですよね。すげえな。そのクリント・イーストウッドが、まあ制作、監督、それ主演までやってるんです。全部俺だって。はい。そして今回クリント・イーストウッドが、許されざる者以来の、乗馬をやってるんですね。おー、マジか。乗馬。90近いクリント・イーストウッドが乗馬やってまして。中にはちょっとしたアクションシーンもある。ですね。で、この映画っていうのが、もともと企画が、30年以上前にあったんですね。30年以上前。そしてクリント・ウィストットがその時に聞きまして、でもその時は、若すぎるってことはあったんです。クリント・ウィストが。30とか40ぐらいですから、5、60の時なんですけど、クリント・ウィストが。十分じゃないんだね、まあそれでも。でもこの時の主人公に、まあ自分は届いていないよと。っていうので保留をしましての、途中で、シュワちゃんとかやるっていう話もあったらしいです。あ、クライマッチョ。クライマッチョ。はいはいはい。だけどもその話を流れまして。で、そこからまたクリント・ウィストットが、クライマッチョの脚本どうなったっていうふうに問い合わせまして、実現したっていう話です。なるほど。なんか、すごい熱い話ですよね。はい、で、これが、監督50周年、40作品目です。40作品 ?40 作品。監督40作品ですから。すごいね。主演も含めればもう、もっとですよね。100ぐらいいってんじゃん、もう。いってるかもしれない。はい。いや、もうリスペクトしかねえよ、マジで。はい。ものすごい、爺さんなんですよね。ねえ、本当に。はい。まあ、今回のクライマッチョは、まあ、ネタバレなしで、語っていこうと思いますと。まあ内容ちょっと話しますけど、あくまで YouTube で公開されている予告編とかね、まあその程度のものですので、よろしくお願いします。はい。舞台が1980年ですね。はい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 。ですからまあインターネットも何もないよというところで、まあこの主人公ですね、マイクって言うんですけども、マイクマイロっていうのかね、もともとロデオスターだったんですね。はいはいはい。テキサスに住んでいまして。おーおーおー。ロデオやっていたんだけども、まあ、怪我をしてしまったと。そして、妻とかね、子供もいないっていう、事故で亡くしてしまったんですね。ああ、そうなんですね。まあ、クリント・イーストウッドならではというか、まあ、よくある話です。クリント・イーストウッド作品の中でね。許されざるものでも奥さんも死んでましたし、いろんな作、ところで、まあ、孤独な、その、老いた男性っていうのを描いてるんですね。なんだろう、テーマなんですかね、彼の。運び屋とかでもそうでしたし。そうでしたね。はい。はい、それに、グラントリノとかでもね、そうでしたし。はい。そういったじいさんが、まず首になるというところから始まるんですね。なるほど、なるほど。九州は首になりまして、暇になると。うん。でもそこに元いた主人がですね、マイクに言うわけですね。息子を助けてほしい。で、もともと雇用主と、マイクのもともと雇用主だった人と、奥さんがいるんですけど、離婚してまして、奥さんはメキシコ人なんですね。で、メキシコに帰っているよと。で、息子もそこに帰っているよと言うんですけども、どうやら息子が弱体を受けているらしいよ。だから、助けに行ってほしいよという話なんですけども、そこでクリント・マイクがね、メキシコに行って、はい、子供をラファって言うんですけど、本当にメキシコの俳優の子です。ああ、そうなんだ。メキシコからわざわざオーディションを受けに来たって子ですね。はい。すごい演技上手かったんですけど。へえ。その子と一緒にね、アメリカへ旅をするという、ちょっとロードムービーのような話なんですね。はいはい。ですから今回非常にこの映画っていうのが、穏やかと言いますかね。CG を使ってないんです、一個もね。
現代では本当に珍しいような。そうですね。はい。我々前回、ね、CG もりもりのスパイダーも見ましたからね。はい、もう逆に CG しかないですからね。そうですね。そういったような話をやってまして、まあ音とかにかかるんですけども、うん、すごいゆったりとした時間が流れるんです、この中で、映画の中でね。はいはいはい。で、その中で素晴らしいのがですね、うん、この映画って、ラブロマンスなんですね。ラブロマンス?ラブロマンス。誰がラブロマンスをするのかっていうと、はい、クリント・イーストウッドがラブロマンスをするんです。あったかいすごいね。子供もするんですけど。あ、子供もするの?子供もちょっとするみたい。あるんですけど、メインは、もう、御年、もう90ぐらいの、クリント・イーストウッドが、恋をする瞬間が見れるんです、この映画で。素敵やん。メキシコで出会った女性に、優しくされましてね、はい。そして恋に落ちてしまうんですけども、その、恋の仕方っていうのは非常に、その、売れ売れというか、熟してるんですね。あ、熟してんだ。近年でもね、まあ、ラブロマンスといったらね、その日本でも高校生とかが、なんやかんやあったりですとか、特にあるのが、なんか余命がないとか、ですよね、その中で劇的なラブロマンスを演じるというのがあるんですけど、クリント・イーストウッドはそういうようなことは特にせずにね、普通に出会って、優しさに触れて、そしてお互いに恋に落ちるというね、特にその、こういう波はないんです。なるほどね。ただ穏やかな彼らが、彼らの中にだんだんと愛情が芽生えていく様子っていうのが画面から伝わってくるんですね。なんかもう普通すぎて逆に斬新ですね、もうこの今の時代。そうなんですよ。すごいな。逆に斬新なんです。現代の新作映画ね、こんなにも穏やかな作品があるとはね、私は思わなかったんですね。はい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 。劇的ですもんね。劇的であると。あの、リドリー・スコットが描いた、ハウス・オブ・グッチも、史実通りなんですけども、週末は、結末はね。ですけど、とても、登場人物を簡素化したりですとか、人数を減らしたりとかして、劇的に描いてるんです、で、最近の映画っていうのはそういうね、劇的な映画がないといけないんですけども、クライマッチョには、それがないんですね。ですから、ネットの評判とか見ても、ハウスオブグッチもクライマッチョの方が評判は低いんです。ああ、そうどちらかというと。はいはい。でもここにはね、クリント・イーストウッドがもう40作品とかでね、監督をしたりね、出演をしてきた、その映画の本当の結晶のようなものが入ってるんですね。とても穏やかで、澄み切った、そのありありとした人間の、その日常のその心の動きっていうのが、この映画の中に詰まってるんですね。営みが入ってるんです。はいはい。ですから、この中には、この映画の中には、はっきりとした生活があるんです。うん、なるほど、なるほど。人々の生活があって、人々の心の動きがあるんですね。そういった非常になんかね、もう60年代、50年代とかね、そういったような映画を見ているような気持ちになる。はい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 。逆に白黒なんじゃないかと思えてくるような。小津安二郎みたいな。あ、そうそう、そう本当に。はいはい、立ち食いしの我々としてはこういうの大好物じゃないですか。もう大好きですよ。大好きです。一番ですね。はい。まあ今年で言うと、スパイダーマンですとか、まあ、ハウス・オブ・グッチとか、やってきましたけども、今のところ1位はクライマッチョですね。あ、クライマッチョ。はい。時はバトルというところで、まあこの中で描いてるのは、そのマッチョとは何かっていうやつなんですね。その男性的なマッチョ、その力強さですとか、ロデオスターですとかね、その荒々しさに力ですがりついたりですとか、最近の映画で言うと、マーベルのようなやつですよね。そういったマッチョ。だけどこの中でクリント・イーストウッドが言ってるのが、マッチョっていう言葉を彼は、みんながはちきじがいてるんじゃないかと、いうようなことをね、その一緒に旅する彼に言うんです。はい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 。で、その一緒に旅する彼っていうのが、マッチョという言葉に取り憑かれているからこそ言うんですけども、自分は大人の男になりたいんだと。で、彼が統計してるんですけど、統計ってあの、鶏戦わせるやつ。その統計の鶏に、マッチョってつけてますからね。
バカだね。まあ、勇敢な鳥なんです。ああ。でも映画を見ていくと本当にその鳥って勇敢なんですけど、はいはい、見ていけばわかるんです。それは、鳥の勇敢さっていうのが見えてくるんですけど、はいはい、彼はチキンではないと。なるほどなるほど。マッチョなんだというのはわかってくるんですけども、うん、それでなんかマッチョを語る時の本当の強さとは何だというのがクリント・ウーストウッドが語るんです。うん、そして、一番その強さを手に入れている彼、うん、マイクっていうのが最後にどういう決断をするのか、うん、ということによって、そのクリント・ウーストがたどり着いた本当の強さとかね、うん、そういったものが見えてくる作品なんですね。なるほど、なるほど。ですからこれは、見てほしいんです。うん、なんか現代社会に刺さりそうですね、むしろ。刺さると思いますよ。うん、刺さるんですけど、うん、受けは悪いですね。受けは悪い。派手じゃないんでね。まあまあね。ものすごく地味なんで。うん、まあそれに、ガーボイモンですからね。うん。まあ、ちょっと、ね、トレンドではないですよ。ね、明らかに、うん。明らかにトレンドではないし、うん。60年代後半だったらね、よかったかもしれないけど。うん、そういうような映画ですね、うん。なるほどね。で、それを91歳のクリント・ウッドがやっていると。うん。まあ何よりも、この映画の中で、あんまり非日常がないと。うん。まあそして、あんまり、まあアクションとか、多少はあるんですね、うん。多少あるんですけども、人間の範囲は超えないと。うんうんうん、その大げさにはやらないんですね、あんまりね。で、その中でも面白いのが、この主演のクリント・イーストウッドが、90とかね、90歳ですとか、うん、それぐらいの高齢でありながらも、主演を張っていると。うん、その事実が、うん異常なんです、この映画っていうのは。確かにね。中身は普通と人間の瞳なんだけども、うん、彼が90であるというところに非日常があるんです、彼の中はね。なるほど、なるほど、なるほどね。はいはい。それがすごいんですよ。うん。それが非常にかっこいいんですね。いや彼の存在そのものが非日常だから。非日常である。はいはいはい。乗馬やってるんですから。うん、90なんて言ったらね、うん、杖ついて歩いてないだけでもすごいですよ。すごいですね。でもちろんクリント・ウーストは自分の足で歩きますし、うん、乗馬やりますし、すごい。ドライブ、運転もしますし。うん、免許返納なんかしねえぞ、みたいな。そして、恋もしますしね。そうですね。彼はプライベートでもね。プライベートでも恋大きい人ですからね。恋大きい人ですからね。子供8人いますからね。すごいよね。もう、60の時に子供作ってますから、クリント・ウーストとはね。いや、もう、すごいね。はい。いやもう彼の存在が、うん。日常がゆえに。うん。そこが面白いと。うん。非常にね。で、描く映画はすごく普通という。その、うん、人間の中の平凡なというかね、うん、その本質的なところの強さっていうものを描いてるんだけども、うん、彼が非凡であるという、うん、彼そのものが。そういうことを考えると非常に面白いなって作品です。面白いね。はい。そういう人だからこそそういう作品に行き着くかもしれないしね。うん。うん、そうだね。うん、その、恋大きい人というかね、うん、本当にプライベートでとにかくモテまくって、うん、そしてまあ、言い方悪いですけど、うん、やりまくると、うん。で、60歳で子供を作るわけですから、ね。うん、で、そして90でも映画監督やって主演やってるわけですから、うん、バリバリ現役仲ですよね。うん、その彼だからこそ作れる作品であると。うん、本当に、なんていうかね、彼の中に眠、ね、るリビドというかね、うん、そういったパワーがないと、うん、この年になってそんなものはできませんよ、うん。普通の人間ではできないことをやってるんですね。なるほどな。うん、そこが素晴らしいというところです。うん、なんかちょっと思い出したんですけど、3、4年ぐらい前に、ストーンズがただのブルースカバーを出したんですよ、アルバムを。うんブルースアルバムを作ったんですけど、うん、ただのブルースやってるんですよ。うん、何も斬新なことやってない。うん、だけど、80近いおじいちゃんたちが、ただブルースやってるっていうのが、ほんと近いなって感じがしてて、ね、なんかね。まあ、それに近いかもしれないね。ただブルースやってるだけです。異常っていう。うん。うん、そう、うん。そういった、誰にでもできないことをやってるんです、クリント・ウーストウッドはね。うん。そこを見てほしいなと。そうだね。思いますと。まあ、日本のね、映画が、うん若い俳優とかを使って、余命何年とかやってるわけですよね。うん、その中で、ラブロマンスを歌ってるわけですよ。うん、で、そこで、91歳の、うん、まあ、言っちゃ悪いですけど、うん、いつ、ぽっくり言ってもね、うん、おかしくないクリント・ウーストウッドが、うん、そんなもの関係なしに、純粋に人間が
恋に落ちるありさまっていうのを描いてるんですよね。うん、この心意気ですよ。うん、この心意気をぜひね、うん、日本映画でも見れたら俺は嬉しいなと。見たいですね。思いますね。ね、そういう人もどんどんなくなっちゃってるからね。うん、そういう設定で泣かせに行ってほしくないというかね。うん、こういう本質のありのままでね、うん、見せてくるような映画っていうのが増えていくといいなと思います。そうだね。うん。行っていこう。はい。はい。映画らしい映画というかね、本当に。うんうん、そういうものをもう見たいなってやつですね。うんうんうん、ジャンルとして、うん。というところで、ね。うん。ちょっと今年は豊作かもしれませんね。豊作ですね。はい。50周年40作品目。うん。監督でですかね。過去監督で。そこはすごいんだよ。はい。というところで。はい。まあ、このようなジャンルの映画が、駆逐されないことを祈りまして、うん、はい。これからも映画をどんどん楽しんでいこうと思いますと、うん、はい。この動画面白いと思った方はグッドボタン。よろしく。よろしくお願いします。